大根の芽も伸びました。だいぶ伸びてきてますね。鳥さんたちの鳴き声はね、まあ、中間距離といったらいいのかなの方で聞こえてはいますね。何種類もの鳥が、まあ、鳴いてます。さっきね、ここ近くにいて大音量で聞こえてた鳥は聞こえなくなりましたね。どっか飛んでったのかな。涼しい。今日はまあまあ涼しかったです。気候がいいときは外の方が気持ちがいいですね。こうやってまあ蒔いた種の成長ぶりを見たり、すくすくと育つ植物を見て元気をもらってます。まあ雑草の伸び方もすごいんですけどね。いや今度秋に向けてまた伸びてきますね。まあちょっと伸び始めてるやつはね、朝草ちょっとずつちょっとずつむしって、自分がね、こう歩きやすいようにしているんですけど、いやーすごいよね、生命力。この間ね、この辺の草を、まあ、例の塩をまいて草からし、まあ、こうやって枯れてますね、枯らしたんですけど、これもなんとか生き延びようと草も必死で、あとやっぱりこのね、木の枝がボコッと大きいのが折れてしまったんですね。ちょっと近くでね、あまりにも近くで塩をまいちゃうと、まあ、木にとっては大迷惑なんで、やめてくれって言われてるような感じもしました。なのでこっち側は、まあ、踏み入ることもあまりないんで、雑草畑にしています。あんまりそうだな、見たことないというか、かわいいお花もたくさん咲いてるんですよ。一個一個よく見ると雑草もかわいいです。あたり一面、先月まではね、ハルジオンっていうのお花が、まあもうしぼんでるけど、いっぱい咲いて白く綺麗だったんですけど、今月は、ドクダミの白いお花がたくさんちらほら咲いていて、かわいいね、とても綺麗に彩ってくれてます。おっと、つるかな、ここに空中にぶら下がってるんですが、雲の巣ですこれ。ここに雲が黒く点って見えるのがね、雲を動いてますね。私はしょっちゅう雲の巣に頭引っかかってます。気づかないんだよね、蜘蛛の巣張ってるの。iPhone でもよく見えないね。でもね、綺麗に蜘蛛の巣ここ
バリア張ってますよ。まあ立ち入り禁止ゲートです、ここは。